霊夢、大変だぞ。マリサ、一体どうしたのよ？ロシアが北朝鮮に厳選の技術を提供する恐れがあるそうだ。それは世界の脅威レベルが跳ね上がるわね。今回は前半でその話題。後半では韓国の高齢者が月100万本以下であることを見ていくわよ。霊夢、収録する時間よ。記事のタイトルを読むわよ。韓国人 39% だけが今の生活に満足。24カ国中で最下位。記事のツッコミを読むわよ。昨日、ウクライナ戦争に参戦した北朝鮮兵が一人を除いて全員戦死というニュースを紹介して、その内情を分析したが、北朝鮮が出兵して得られるメリットとして、ロシアが北に厳選技術を提供する可能性が出ている。これはさすがに韓国以外の国、日本や米国でも脅威となり得るので、しっかりと確認しておこう。では、記事を引用しよう。ニャス姫、お願い。わかりましたわ。読んでいきますわね。北朝鮮軍がロシアの戦線に配置されたと韓米両国が確認した中で、米国の国家安保専門家らは、ロシアが北朝鮮に戦略原子力潜水艦 SSBN など核戦略と関連した革新技術を提供する可能性を提起した。米シンクタンクの戦略国際問題研究所 CSIS が29日に開催したセミナーでのことだ。彼らは最も危険な可能性はロシアが弾道ミサイルと防空、核兵器に対する技術を北朝鮮に移転することと懸念する。彼はロシアが北朝鮮に渡せる技術として戦術ミサイル、大陸間弾道ミサイル発射後の大気圏再侵入、原子力潜水艦などを挙げた。その上で、北朝鮮の SSBN が西太平洋を航行すれば、とてつもなく頭が痛いことになるだろうと懸念する。朝露軍事協力の背景には、両国の利害関係がある。北朝鮮は、ロシアの軍事技術支援が切実で、自国民に追加の兵力動員令を出すのを避けたいロシアは、北朝鮮の兵力が役に立つ。CSIS の韓国専門家ビクター・チャ氏は金正恩は、大量破壊兵器計画と弾道ミサイルを近代化するための大陸間弾道ミサイル技術をロシアに要求するだろう。北朝鮮の軍人は、これまで戦争をしたことがなく、今回の前線配置は、実戦訓練をする機会でもあると話した。CSIS のマーク・カンシアン上級顧問は、北朝鮮のロシア派兵が、韓米同盟に及ぼす影響について、韓国内の米軍の必要性を強化するもの。北朝鮮の脅威は消えないものであり、これに対し注意を傾けなければならないと話した。北朝鮮、中ロ関係利用し支援狙う。北朝鮮がロシアとの協力を通じて中国に対する依存度を低くし、存在感を拡大しようとしているとの分析もある。ロシアと北朝鮮の軍事援助を明示した包括的な戦略的パートナー関係条約。朝露条約第4条と関連しワイルダー氏は、中国は常に北朝鮮と一定の距離を維持してきた。1992年の韓中修好後に中国はこのように、北朝鮮に明示的な安保保障をしたことはないとした。朝露間の経済交流も強化される様相だ。ビクター・チャ氏は CSIS が衛星イメージを分析した結果、朝中貿易はコロナ禍前の水準に回復していないが、朝露貿易は前例のない水準に増えたと明らかにした。これは中国の立場では喜ばしくないだろう。ワイルダー氏は、中国の習近平国家主席は難しい立場に置かれている。ロシアが北朝鮮に核技術を支援すれば東アジアで米国の同盟を強化するアジア版 NATO の創設につながりかねないためと分析した。同日ニューヨークで開かれたコリアソサエティ主催の専門家対談でも、同様の議論が続いた。韓半島朝鮮半島冷戦史研究の権威であるジョージタウン大学のキャサリン・ウェザースビー教授派朝露条約について、1990年代初めから北朝鮮が受けた莫大な被害を取り返す、とても重要な条約と評価した。ウェザースビー教授は、1990年に韓国とソ連が修好してから北朝鮮経済が崩壊した。30年以上、北朝鮮は中国に過度に依存してきたが、これは北朝鮮にも非常に不都合な状況と指摘した。その上で、北朝鮮が中、ウロ間の緊張関係を利用して、ロシアから必要なものを獲得できるだろうと話した。ニュースは以上。前半の内容は、これは、素人でもわかるほど、わかりやすい脅威だ。彼は、ロシアが北朝鮮に渡せる技術として、戦術ミサイル、大陸間弾道ミサイル発射後の大気圏再侵入、原子力潜水艦などを挙げた。その上で、北朝鮮の SSBN が西太平洋を航行すれば、とてつもなく頭が痛いことになるだろうと懸念する。どれ一つでも、北朝鮮が喉から手が出るほど欲しい技術だろう。ロシアが北朝鮮との関係を深めていくのは必至。すると、米韓同盟強化に対抗してロシアに軍事技術を提供することで北朝鮮を強くしていく。特に、原子力潜水艦の技術はやばい。これに核ミサイルでも搭載されたら、世界中の国家が射程圏になる。最初に狙われるのは韓国だとしても、北朝鮮の脅威度が増すのはよろしくないな。レイム、あとはお願いね。ありがとう。続きを読むわね。ここからは韓国経済の話題よ。2023年、韓国で自営業者が91万件近く廃業していたわけだが、その自営業者の多くは高齢者であり、廃業すれば莫大な借金を抱えて仕事を失うので低賃金や短時間でも働くしかない。もちろん、年金だって月4万円程度しかもらえないので、年金だけで食べていける高齢者なんてほとんどいない。彼らは65歳過ぎても仕事を探して、なければホームレスになるだけという。そんな事情の高齢者の半分が月100万ウォンも稼げてないことが分かった。これは韓国の最低賃金よりもはるかに低いんだよな。実際、韓国のソウルでは最低賃金で働けても他の場所ではそうではないってことだ。ソウルだけに人口が集中している弊害が大きい。これもユン氏が招いた経済の二極化である。多くの自営業者はリストラされて、40代からチキン屋やコンビニなど、自営業ルートにはいるわけだが、ここ数年で、自営業の収入は最底辺レベルにまで落ち込んでいる。ニュースでは自営業者の廃業の数は話題になるが、廃業した自営業がどのような生活を送っているのか、そういったニュースは出てこない。韓国の闇の部分が多すぎてその辺の実態をつかむのは、一般的なニュース情報では難しいのだが、こちらはあくまでも経済的な数値を扱うのを本題としている。何かしらの分析ができる数値が出てこない記事にあまり興味はないってことだ。では、記事の引用をしよう。65歳を過ぎても働く高齢者が経済協力開発機構 OECD 加盟国の中で最も多いのに、彼らの半分近くは1ヶ月間に稼ぐお金が100万ウォンにも満たないことが分かった。30日、東亜日報が統計庁の家計動向調査のマイクロデータを分析した結果、今年第2四半期4から6月基準で、65歳以上の賃金労働者が世帯主である世帯のうち、月平均の労働所得が100万ウォン未満の世帯は 46.7% だった。生計の責任を負っている65歳以上の労働者の半分近くは、1ヶ月間仕事をして手にするお金が100万ウォンにもならないという意味だ。月平均労働所得が100万ウォン以上から200万ウォン未満の世帯は 21.5%、200万ウォン以上から300万ウォン未満の世帯は 19.1%、300万ウォン以上の世帯は 12.8% だった。韓国高齢者の経済活動への参加率は 37.3%、 2022年基準で OECD38 加盟国の中で最も高い。経済活動の参加率とは、人口非就業者数と失業者数の比率で、就職をしたり求職活動をしたりしている比率を意味する。理解派女子大学社会福祉学科のジョン・スンブル教授は、高齢化とこれに伴う雇用の問題は、韓国だけでなく、海外でも活発に議論されている事案だとし、定年延長や高齢者基準の情報修正のような社会システムの変化が、共に議論される必要があると話した。ニュースは以上。韓国の失業率は 2.1% と、過去最低の基準だが、それは経済状況が良いためではない。ほとんどの高齢者が働かないと、生きていけない韓国社会が、失業率を改善させているのだ。しかも、それは OECD38 加盟国の中で、最も多いと。しかも、企業は低賃金、短時間で、高齢者を雇うので、最低賃金以下の賃金で、働かされる。つまり、高齢者から搾取である。本来、仕事がまともな時間で最低賃金でも、月100万ウォンなんて、余裕で超える計算なのだ。最低賃金が日本を超えたと韓国人は自慢するが、その最低賃金をもらえているのは一部に過ぎないってことだ。特に高齢者の場合は高齢を理由に賃金を大幅に減らされる。同じ製造業でずっと働いてきて定年を迎えて再雇用を希望したら、賃金は半額になりましたという笑えないエピソードもある。再雇用した瞬間に賃金が減らされるのだ。しかも、今までやってきた仕事であり、誰よりも経験があるのにだ。それでも、働かないと生きていけないのだから選択肢はないってことだ。それで定年延長という議論があるわけだが、労働貴族の定年まで延長されるので韓国企業にとっては頭が痛い問題だ。高齢化に伴う問題とかあるが、韓国が世界一の速さで、少子高齢化社会に突入しているのだから、これから韓国が世界のベンチマークだぞ。とりあえず、高齢化社会の問題点は韓国の現状を見ればある程度分析が可能だろう。高齢化社会は人間の平均寿命が医療の発達で増えれば増えるほど社会保障費が倍増する。人生80年がこれから人生90年、100年とかに伸びていくわけだ。これは国としては頭の痛い問題だ。韓国の高齢者を見ていればわかるが、年金だけでは食べていけない。本当に死ぬまで働かないと、生きていけない時代が到来するってこと。難しい問題であるのだが、韓国が珍しく世界の役に立つのだ。少子高齢化社会は世界中の国家で、必ずやってくる。特に日本や欧州、先進国ではそうなっている。問題は高齢者というのは数が多くなれば選挙で大きな力を持つってことだ。政治家は高齢者ばかりを優遇する施策に取り組もうとする。すると、これからの世代を支える若者、軽視の傾向となり、これも国を崩壊させることにつながる。韓国の若者がどれだけ軽視されてるかを、韓国ニュースなどで、いろいろ読んでも、よくわかるという。あと、こちらが指摘したいのは国家というのはその規模の大きさで、仕事量というのはある程度決まってくる。だから、韓国みたいな人口が少ない国は内需よりも、世界に進出して輸出拡張だという動きが強いわけだ。しかし、国家というものは輸出をどれだけ拡張しても、そこに住む人々の内需は必ず存在する。韓国は輸出で食べている国であっても、内需をおろそかにすれば、痛いしっぺ返しを食らうってことだ。もう、十分、食らっている？その通りです。ただ、地域活性化というのはまた難しい問題であって、韓国の場合はソウル一極集中から抜け出せない。これが実は様々な弊害を生んでいるのだが、やはり、北朝鮮との関係悪化で、首都ソウルがすぐに滅ぼされる状態であること。この地政学的リスクが2025年にもつきまとう。戦争で一番効果的な手段は相手が嫌がる最適解を取り続けることだ。韓国に攻めるなら、首都ソウルへの攻撃、原発への攻撃。北朝鮮がこれらの手段を取ってくる可能性は高い。そして、奇襲なら韓国は 100% 守れないってことだ。ソウルを破壊されるだけで韓国経済が、凄まじい勢いで崩壊する。それは通貨危機なんてはるかに超えるひどいことになるだろう。では、ネットのツッコミを見ておくか。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。1、なお韓国の一人当たり GDP に、無職と失業者も含むっていう話題を、見たことがない。2、野党法からしたら当たり前なんだがね。スキルが高くて70歳でもいてほしい人と、そうでない人の差は大きい。3、韓国の高齢者に人気の、地下鉄使った宅配とか、自営業者として、雇用主と契約するから最低賃金も、関係ないし、平均賃金の計算からも、除外される。日本みたいに雇用延長すりゃいいのに、そうすると平均賃金下がるからやらないだろ。4.20 代も半数が、非正規雇用やニートだから似たようなものだろ。中高年も自営業や、ニートだらけだから似たようなものだろ。つまり要約すれば、国民のほとんどが似たようなもの。5、韓国で月100万ウォン稼げたら金持ちだよ。以上の5つだ。さすがネットの意見だな。国民のほとんどが似たようなものだという正解にたどり着いている。韓国の一人当たり GDP は明らかにおかしいんだが、国から聞こえてくる内情とは、かけ離れている。これは経済の二極化によるものなのか、搾取構造が蔓延しているために、起きているのか。割と深刻な問題であるが、搾取側が政権を担っているのだから、こうなるのは当然ですよねと。つまり、富の再分配ができていない。それで韓国経済が崩壊にするにつれて、高齢者だけが絶望しているわけではない。今の韓国人が生活をどう思っているのかという統計データが出てきた。どうやら韓国人の 39% だけが今の生活に満足しているらしい。逆に言えば6割は満足していないのだ。では、記事を引用しよう。大韓民国の生活に対する満足度が世界24カ国のうち最下位を記録したという海外の世論調査の結果が公表された。サウジアラビアの未来投資イニシアチブ FII 主催側は、7月15日から27日まで24カ国を対象に、18歳以上5万700人を対象に、アンケート調査を実施し、30日現地時間このような結果を発表した。自分の生活に満足しているかという質問に、満足していると回答した比率は韓国が 39% で最も低かった。その次に低いのはトルコ・チュルキエ 41% と日本 43% などだった。満足度が高い国はサウジアラビア 84%、エジプト 81%、インド 76% の順だった。自国の状況に対する満足度を尋ねたところ、韓国、フランス、アルゼンチンがそれぞれ 14% で、最下位だった。中国 80%、サウジ 78%、インド 68% の、国民はこの比率が高かった。最も重要だと考える事案として、生活費を上げた比率は、トルコ 64% が、最も高かった。アルゼンチン 63%、メキシコ 50%、インドネシア 49% が、その後に続いた。韓国は 47% で、5位だった。反面、インド 20%、ドイツ 27%、コートジボワール 28%、28%、ポーランド 28% は経済的側面を重視する比率が、20% 台に止まって、相対的に低かった。調査対象国家は北半球に、位置した先進国を示すグローバル、ノース。グローバル、ノースと南半球や、北半球程度にある。新興国、開発途上国であるグローバル、サウスグローバル、サウスから、それぞれ12カ国が選ばれた。質問項目別の回答は満足と、不満足の2つに分けて集計した。ニュースは以上。つまり、韓国人が世界で一番、満足していないってことだ。ただ、この回答は怪しいよな。自国の状況に対する満足度を尋ねたところ、韓国、フランス、アルゼンチンがそれぞれ 14% で最下位だった。中国 80%、サウジ 78%、インド 68% の国民はこの比率が高かった。なんで中国が1位なんだ？中国のデフレで就職難なという状態で、満足度が高いなんてありえないだろう。韓国とアルゼンチンが低いのは経済危機だからだよな。それで、フランスもそうなのか？フランスの実態は、日本で生活していると直接、関係ないのだが、フランスも大変そうだな。移民にでもやられているのか。では、ネットのツッコミを見ておくか。1、あれだけ韓国万世記事でも、39% も、満足してるのかよ。公表する失業率は数%だが、実際は 20% もあり、新卒は 65% しか、就職できない。GDP は海外生産分も、含め、平均所得はパートやバイトを、除き、韓国旅行者は乗り換え客も、含めだから現実を知ったら 25% くらいに、下がるのでは？ 2、24カ国対象で、全体が5万7,000人イコール1カ国あたり2,400 人弱だけど、すべての国が同じ人数だと、記載しているわけでもないし年齢層もわからない。統計学学んだことないけど、このデータは意味のあるものなのかなと、疑問。日本が 43% もあることに、違和感があるし。3、そりゃ SNS で他人の、華やかな生活を日常的に、見てれば、自身の境遇を不幸に、感じるわな。人類の長い歴史で考えれば、現代の先進国で生まれ育ったこと、自体が、驚異的に幸せなのに。4、韓国人のプライドは周りの、人と比べてちょっとでも良ければ、満足するんじゃないのかな。いつも半地下に住んでいて、毎日コンビニの、からラーメンばかり食べている人を、見ていれば買ったと思うのとよく、似ている。超競争社会を、自慢して勝ち負けをはっきりさせるのが、人生の最高の満足なんだけど、それはほんの一部であって、圧倒的に負け組が多いんだからそうなるのも、理解できる。5、満足度というのは相対的でありなおかつ主観の、問題で、順序付けはある種意味不です。韓国は世界で家計の、借金がワースト1位なのに、満足度 39% もあるのは理解しがたいことです。以上の5個だ。こういうのは一人の視点よりは複数の視点から考察した方がいいとは思ったが、確かに先進国に生まれたことの幸運度は日本人はもっと理解するべきだよな。少なくとも低所得でも生活保護もあるし、上に苦しむこともない。普通に生活していればそれなりの満足感は得られるはずだ。問題は満足というのは個人によって違うってことだ。現状に不満があり、それを乗り越えたい意志で不満足なのか、単に社会に絶望しているから不満足なのか、これだけでは判断はできないな。あと、SNS という誰でも気軽に配信できるようになることでの他人の生活を知ることか。こちらは SNS は情報収集目的でしか使わないので、人の生活や芸能人の生活をチェックするようなことはしないので、あまり共感はできないが、自分の境遇と比べてしまうのはわかる。でも、上を見たらキリがないってのも、現実だ。ニュースは以上。レイム、韓国社会が世界一住みにくいってことだよな。簡単に述べればそうよね。金持ちだけが住みやすいのが、韓国よ。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。